あれ、イクミ、お母さん探したのよ。もう探してた。私はいつでも一人で歩いて行っちゃうんだから、それで迷って泣くのはいつもあなたでしょ。私、そうか、迷子になってたんだ。もう心配かけないで。何かあったらお母さんに一言言って。勝手に歩いて行かないで。ごめんなさい、お母さんには心配かけたくない。欲しいものがあるんだったら言って、考えてあげるから。うん、あのね、お母さん。そうね、いつもイクミには寂しい思いさせてるから、今日は好きなもの買ってあげる。うん、あのね、お母さん。なに、何か欲しいのあった？うん、あのね、お母さん。なに？うん、イクミね、イクミ、ナマケモノさんのぬいぐるみが欲しい。すごいわね。手を離すんじゃないぞ。お前は迷子になるのが大の得意だからな。うん、大丈夫。イクミ、お父さんとお母さんに捕まえてもらってるから、今日は迷子にならないの。そうね、今日は大丈夫よね。うん、大丈夫だの。さあ、急ごう。花火、始まってしまうぞ。そうね。金魚すくいよ。金魚？金魚すくうの？そうよ、すくうのよ。イクミやりたい。おい、花火に間に合わなくなるぞ。イクミは生まれて初めて見る花火だから、最初から最後までちゃんと見るって言ってただろ。やるの？イクミもやるの？仕方ないわね、一回ぐらいならいいでしょ。一回だけだぞ。角の方に追い詰めてね、さっとすくってお椀に移すの。あー、破れた。惜しかったわね。これでおしまいなの？そうよ、おしまい。ダメー、もう一回やる。一回だけだって言ったでしょ。花火始まっちゃうでしょ。いいの？いいの？もう一回やるの？じゃあ、もう一回だけね。うん、もう一回だけやるの。はい、今度は慎重にね。うん、慎重にやるの。あー、やったー。見て、救えたよ、ほらほら。早くお椀に移すのよ、また破れちゃうわよ。え、ああ、ほら、金魚さん逃げちゃった。逃げちゃったって、イクミ救ったのに。お椀に入れなきゃダメなのよ。そんなの知らなかった、イクミ知らなかったもん。おい、そろそろ行かないと。そうね。もう一回やるの？今度はちゃんとお椀に入れるの？いい加減にしないか、イクミ。そうよ、イクミ、もう一回だけって言ったんだから、これでおしまい。ダメ、もう一回だけやるの。イクミ、ほら、イクミ。いや、やるの。おい、イクミ。
そんなに近づくと。ああ、イクミ。イクミ、大丈夫か。もうずぶ濡れになっちゃって。仕方がない、帰ろう。そうね、こんな格好のままじゃ花火も見れないし。ほら、イクミ、帰るぞ。なっちゃったけど、いい？うん、いいよ、別に。そう？お母さんと会えなくなっちゃったら嫌だけど。そう。でもやっぱ足ヘロヘロすぎかな。お母さんはどう思う？ねえ、お母さん。いくみ？今日の運動会はどうだった？うん、あのね、イクミ、対抗リレーでアンカー前だったの。そうね、そう言ってたわね。うん、それでね、イクミにバトンが回ってきた時には3位だったの。イクミの前の杉田さんはね、ちょっと遅かったの。他の人たちは結構早かったんだけど、杉田さんがちょっと遅かったの。だからイクミにバトンが渡された時には3位だったの。でも3位って言っても1位と2位とすごく離れた3位だったの。杉田さんがちょっと遅かったからすごく離れた3位だったの。それでイクミ、もう諦めようかと思ったの。4位とも離れてたから適当に走っていても順位は変わらなかったの。でも、もしかしたらって思って頑張って走ることにしたの。だって杉田さんはちょっと遅かったけど、他のみんなは頑張って早く走っていたからなの。みんなのためにも頑張ろうって思ったの。一生懸命走ったの。結局一人も抜けなかったんだけど、差が縮まっていたの。それでアンカーの清水さんがすごく早く走って1位と2位のクラスの子を抜いたの。それでイクミのクラス1位になったの。みんなすごく驚いてすごく喜んだの。まさかすごく離れた1位と2位のクラスの子を抜くなんて思ってなかったからなの。よかったわね。うん、清水さんすごく早かったの。本当早かったの。だからみんな清水さんがすごいって言うの。清水さんのおかげで1位だったって言うの。清水さん一人のおかげで1位になれたっていうの。でもね、でもね、1位になれたのはね、本当はね、みんな知らないんだけどね、清水さんが1位の子も2位の子も抜かせたのはね。わかってるわよ、お母さんは。
イクミも頑張ったから1位になれたのよね。うん、そうなの。誰も見てなかったんだけどね。イクミも早かったの。すごく早かったの。すごいわね、イクミは。何だっていいんだ。何だっていい。主役なんて誰だっていい。あの短足な菅沼さんが主役でもいい。文句なんかない。別にそれで相手役が相馬くんだったとしてもほんと構わない。私は相馬くん好きだったけど別にいい。だってこの学芸会自体が私にとってどうでもいいことなんだから。適当にやり過ごせればそれでいい。それが私が身につけた生き方だ。頑張っただけの見返りなんてない。だから主役なんてやりたくない。本当は菅沼さんなんかがやるよりも私がやった方がいいのは分かってる。私の方が喋りが流暢だし、何よりヒロイン向きの容姿をしている。みんなだって気づいてるはずだ。でも私はやらない。立候補なんてしない。だって疲れるだけだもの。セリフが多いだけ。練習が大変。もちろん菅沼さんがやるよりはみんなに迷惑かけないだろう。でもやらない。勝手に決めてほしい。だってどうでもいいから。ほんとどうでもいいから。泊まり込みでお母さんが長く家を空けるようになった。前に会ったのは2週間前。次会うのはずっと先。私は一人で食事をとることに慣れて、そして怖くなっていった。レトルトのカレーに慣れて、そして嫌いになっていった木。私は木だった。でもいい。望むところだったから。セリフもなく振り付けもない。適当にやるにはこれ以上ない役だ。立っているだけでいい。楽だ。目の前で物語のクライマックスが演じられている。下手くそ、興ざめする。私が観客なら喜劇と勘違いして大笑いしていただろう。そんな代物だ。でもいい。私は適当に切り抜けられたらいいだけ。クラスの劇が吐き気がするほど下手くそであっても何にも思わない。私は冷めた女の子だから。でも違った。観客席の一番後ろに立つお母さんの姿を見つけた時、それが分かった。私は一生懸命やりたかった。みんなみたいに下手くそでも一生懸命やりたかった。ただその姿を見せたい人が一人しかいなかっただけ。お母さんしかいなかっただけ。お母さんに私の一生懸命な姿を見てほしかった。でも私はその滑稽なことに気だった。ただじっと遠く正面のお母さんと向かい合っていただけだった。みんなが一生懸命にフィナーレを飾る中、私はただじっとお母さんの方を見ていただけだった。ただ悲しかった。家族、僕にはお父さんとお母さんとお姉さんがいますが、みんなとても仲良しです。夕飯の時はみんなで今日一日あったことの話をしながら食べます。特に僕はドジな話が多いのでみんな大笑いして、この前なんかはお姉ちゃんがお味噌汁をブーッと吹いてしまいました。それでまた大笑いして、今度はお母さんが飲んでいたお茶をぶっと吹き出してしまいました。それを見たお父さんもつられて口の中のご飯粒をブブブブブブっと吹き出してしまいました。とても汚い家族ですけど、とても楽しい家族です。終わり。
西山くんのご父母の方、これは本当の話ですか？微笑ましい家族でいらっしゃいますね。では次は天沢さん。はい。家族、私のお父さんは死んでいません。兄弟もいません。だから家族はお母さんだけです。でもそのお母さんもめったに家に帰ってきません。だから家族はいないようなものです。夕飯は一人で食べます。毎日レトルトかコンビニの弁当です。テレビを見ながら食べると意外に美味しいです。でも病気の時はすごく困ります。熱が出て動けなくなると怖くなります。このまま死んでしまったらどうしようかと思います。死んでも誰も気づかなかったらどうしようかと思います。それだけが心配です。それ以外は結構気楽で楽しいです。終わり。先生が言葉を探してる。みんなひそひそ話をしてる。復讐だ。ささやかな復讐。みんなどんなに私がひねくれてしまったか知るといいんだ。愕然とすればいいんだ。後悔すればいいんだ。でも復讐してどうするんだろう。それからどうなるっていうんだろう。可愛がってほしいの？今さら愛されたいの？いや、もういい。ただ後悔させたいだけ。でも後悔させた先には何もなかった。ひねくれてしまった自分を見せつけて、それで何を得ようとしていたの？同情？可愛がって欲しかったの？愛されたかったの？そう、そうなの。認めれば悲しい。すごく悲しい。どこまでも悲しい。どうしてだろう。どうして私は走ろうとしているの。右にも左にも競争相手が並んでる。その人たちに勝ってどうするの。何の価値が生まれるの。みんな自分の力がどんなものだか試したがってる。勝って自分を褒めたがってる。自分が自分であるから勝たせてあげたい。自分が自分であるから他人よりも優れていることを誇示させてあげたい。卑しい考え。でも私にはそんな考えなんか毛頭ない。勝つことへの圧力感もない。だからスタートはいつもうまくゆく。みんながまだうつむいている中、私は一人駆け出す。地を蹴って顔を上げる。徐々に前傾姿勢を解いてゆく。両腕を大きく振る。視界の隅にリズムよくブレたシューズが見え隠れする。みんなが練習通りの力を出せない中、私は一人無心で走る。風の圧力に自分の速さを実感する。心地よい。それは確かだ。でも何？別にここで走るのをやめたっていい。卑しい人たちにその望み通りの栄光を譲ってあげてもいい。それで優越感を得ようなんて気もない。だから一生懸命に走ったふりをしてあげてもいい。でも今日は気持ちいい。風がとても気持ちいい。だから最後まで走る。それだけの理由で走る。何か言ってる。何か言ってる。冗談言っちゃダメなの？まともなこと言わないとダメなの？なんだ、面白くない。そうですね。そういうことにしておきます。ありがとうございました。疲れた。それだけだった。やめる理由も簡単だった。違う。正直じゃない。初めから競争することに興味なんてなかった。届いて欲しかったのよ。ただ、走ることを選んだのも、本当に些細な理由からだった。あの人に、嫌だったらすぐやめるつもりだったんだ。届いて欲しかったの。私の頑張りが。
嫌になったからやめた。それだけだ。届いて欲しかった。ただ。朝、おはよう。誰に言うの？自分に言うの？おはよう。声が返ってくるの？返ってこないの？おはよう。そんな言葉忘れた。ずっと遠い昔に。おはよう。響きだけ覚えてる。懐かしい響き。すがすがしい響き。夕刻。ただいま。誰に言うの？自分に言うの？お帰りなさい。声が返ってくるの？帰ってこないの？ただいま。そんな言葉忘れた。遠い昔に。お帰りなさい。響きだけ覚えてる。懐かしい響き。温かい響き。夜。おやすみなさい。誰に言うの？自分に言うの？おやすみなさい。声が返ってくるの？返ってこないの？おやすみなさい。そんな言葉忘れた。遠い昔に。おやすみなさい。響きだけ覚えてる。懐かしい響き。安らかな響き。特製クリームシチュー作ってあげるからね。お母さん。ほら、帰ろう。お家に。お母さん。お母さん。お母さん。もう一人じゃない。今日からはまたお母さんがいてくれる。こんなに大きな存在で。ううん。もうお母さんがいなかったら生きる意味さえ見失っていたんだ。私は。私の大好きな河原。花いっぱいの河原。お母さんのために、このたくさんの花をプレゼントしよう。花屋さんなんかでは買えないような、たくさんの花。部屋を花で埋め尽くして、お母さんをびっくりさせよう。驚いて、そしてきっと喜んでくれる。ありがとう、イクミって。そして、今日がかけがえのない日となる。お母さんは、これからはきっと花を見るたび、今日のことを思い出してくれる。私がいること。私がお母さんのことを大好きだということ。そして、私もきっと思い出す。お母さんがいること。お母さんのために、頑張れるということ。それは絆。温かな絆。何にも変えられない、大切な絆。お母さん、お母さん、いつもありがとう。ほら、感謝の気持ち。今日は母の日だから。お母さんに、ありがとうを言う日だから。両手いっぱいの花と一緒に、ありがとうを伝えたかったの。本当は、もっとたくさん、もっともっとたくさん持ってこようとしたんだけど、道の途中でどんどん風に飛ばされていって、これだけで、精一杯だったの。でも、本当は、もっともっと感謝してる。
お母さんがいてくれていることに。このお花たちは、そのほんの一握り。ありがとう、お母さん。お母さん、聞いてる？これからも、そばにいてね。私、頑張るから。お母さんのために。お母さん？